はいどうも、ひこまねです。今回紹介するのはこちらです。トミカーリミテッドヴィンテージネオ日産 GTR パトロールカー栃木県警察です。こちら車両価格は1870万、そのうちの、1200万は個人の方が出してます。残りは日産自動車が負担してます。栃木県警には NSX のパトカーもあります。その NSX の、パトカーが撮影したくて栃木県警の視閲式まで行ったんですけどね、まさかその後にこれが出てくるとは思いませんでした。ちょっと視閲式が行われる場所は厄介なところなんですよ。宇都宮駅からバスで乗ってどんぶらこっていく感じです。まあ今度はいつ行くかわかんないんですけどね。まあとりあえずミニカーで我慢しておきましょう。パッケージはこんな感じです。では開けます。こちらは実車ですね。こちらも実車ですね。こっちのフロントの赤色灯は自分でつける感じですね。最初からつけておいてほしいんですけどね。サイドミラーは今回くっついてるんで良かったです。これ毎回自分で接着剤つけないといけないですよね。こちらが赤色灯です。これなかなかちっちゃいパーツに接着剤つけて取り付けるっていうのは非常に難しいです。いや本当今回はサイドミラーがくっついてくれてよかったです。ちょっとサスペンションあるんですかね。ホイールはこんな感じです。栃木県警察ポリス。かなりいい感じです。中もじっくり見てみます。ライトもクリアパーツでいい感じです。GTR と警察のマークが縦に並んでます。ここバルカン砲みたいですね。弾出そうです。空気を取り入れる穴ですかね。ダッシュボードのデザインもちゃんとしてます。1870万ですからね。赤色灯はブーメラン型です。後部座席にもペットボトル入れるところがあります。これも細かく彩色されています。
後ろのライトもクリアパーツです。こことね、ここに赤いの入ってて細かいです。どうせならね、ここも赤色灯をつけてくれたらよかったんですけどね。ただ最近のトミカリミテッドヴィンテージネオではいいパトカーだと思います。